では次に神父のお父様の大学時代からのご親友であります光友商事営業部長の山内正幸様よりご祝辞をいただきたいと存じます。山内様お願いいたします。私がご紹介に預かりました山内です。本日はお日柄もよく、このような婚礼を挙げたお二人に、心よりお祝いの言葉を申し上げます。山内のおじさま上がっていらっしゃる。結婚式って慣れてるのにね。そうそう、おかしいのよ、昔から派なんだから。タミヤのおじさんどんな気持ちかしらね。大感激じゃない、長女の英子さんと継がせるんだから。うーん、ねえ、どうかけてみない。周りには友達がタミヤのおじさんが最後に泣くか泣かないか不謹慎よ。か、そう、私ね、泣かない方にジュース一本。小さい頃から家族の、じゃあ私は泣く方にジュース一本。じゃあ私は泣かない方にジュース一本。もうあんた日本にしなさいよ。じゃなきゃ賭けが成立しないもの。じゃあ日本にしておく。でありまして、私と、神父の父タミヤ君と仲人の小野君とは学生時代からの大親友でして、共に喜びを分かち合い、苦しい時は励まし合ってきた仲でありました。そして共に学生時代大失恋を味わい、それ以来切っても切れぬ戦友です。ですから人生楽あれば苦あり、苦あれば楽あり。幸せになってください、英子さん。何事も夫婦は手を携えて。あら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 、山内さんの分もかけときゃよかったわ。後悔先に立たず。